サッテュリコン、サッテュリコンはペトロニウスによって書かれたと推定されるネロキの堕落した古代ローマを描いた小説。その内容の大敗性や登場人物の悪徳ぶりからピカレスク小説にも分類されるが風刺的な内容もふんだんに含まれている。現存するのは14、15、16巻の3巻の小6であり、現在には完全な形では残っていない。 その中でも比較的分量の残っているトルマルキオの共演の場面は有名。公職で遊び好きな男性3人組の同中期の形をとっている。語り手は若い囚人学生エンコルピウスである。舞台はイタリアやギリシアであるとされるが、地名が特定されない、もしくは写本が欠けているなどの事情で、地名不詳の箇所も多い。みだらな男女が登場しては絡み合い。 美少年の奴隷をめぐる少年愛の描写もなされている。その文学性だけでなく、当時のローマの風俗を知るための資料性も評価されている。サッキュリコンで最も有名なシーンがトリマルキオの共演と呼ばれる豪奢で大敗的な宴会の場面である。写本が大幅に欠損しているサッキュリコンの中でも宴会の始まりから終わりまで一貫したシーンとして、 テクストが残されている貴重な場面である。ローマの宮廷や権力者らの指定で行われていた共演文化を交渉する資料ともなっている。主人公一行は、その道中、トリマルキオなる人物の開いた共演にもてなされることになる。共演の主人であるトリマルキオは解放奴隷という設定である。ネロ時代のローマでは、奴隷身分だった者が解放され巨万の富を得て、 対等するという例が多く見られた。トリマルキオという人物の設定もこうした信仰の符号を描写したものである。彼は宣伝された人物としてではなく、派手な装いで登場すれば、その悪趣味を品格にクスクスと現れ、教養人を装って古典の知識を披露すれば、間違いを露呈してばかりであるなど、むしろ滑稽さを持ったキャラクターとして描かれる。 当時高級とされていた食材をふんだんに使った料理の描写に加え趣向を凝らした器についても作中で詳しい説明付きで語られる。また料理や観覧だけでなく余興も趣向を凝らした内容となっている。曲芸師によるパフォーマンスや検討師競技が披露され動く天井から土産物が降ってくるといった大掛かりな装置の描写まである。 1969年にイタリア・フランス合作でフェデリコ・フェリーニにより映画化された。日本ではさてリコンの題名で公開。ありがとうございます。